この後女王の棺が運ばれるロンドンから ANN パリ支局の金指支局長に伝えてもらいます。金指さん、ロンドン現在どんな様子でしょうか。はい、私今ロンドン市内ウェストミンスターというところに、おります。女王の棺はですね、ここから1キロほど離れた、バッキンガム宮殿にまずは、運ばれることになっていますが、明日14日、こちらウェストミンスターに来ることになっています。棺はですね、この私の目の前の道路を通ってくるというふうに見られていまして、その際はですね、女王の棺の後ろにはチャールズ新国王もついて、行進をしてくることになっています。あちらにはですね、ロンドンの名所ビッグベンもありますけれども、はい、その際にはそのビッグベンの鐘の音も鳴らされるということです。棺はですね、続いてあちら右手にある建物、ウェストミンスター宮殿に置かれることになっていまして、はい、そちらでですね、先ほどお話にあったようにですね、一般の市民の方に公開されることになっています。まあ、19日まで、国葬までの間、公開されますので、まだ、日付もありますし、24時間ですね、夜通し空いているんですけれども、それでも大行列が予想されるということで、並ぼうという人にはですね、食べ物や飲み物の持参も呼びかけられています。そしてですね、ちょっとここからは見えないんですけれども、すでに、行列ができているということなんですね。公開まで まだですね、30時間あるんですけれども、こちらの建物の向こう側、テムズ川が流れているんですけれども、その対岸にまで、もう現在行列があるということです。こう亡くなってから5日経ったということですけれども、ロンドンの市民だったりお店などに何か変化はありましたか。はい、そうですね、こちら今、見ていただきましても、もう車もですね、普通に通っていますし、先ほども学生のですね、見学、の旅行が来ていましたり、もうですね、街はほぼ日常の光景を見せています。お店なんかもですね、まあ、王室のグッズのですね、公式のショップは閉まっているんですけれども、まあ、他レストランなどはもう通常に営業していますし、街はまあ日常といったところに、を感じます。ただですね、ちょっと目につくのがですね、こういった、柵ですね。もう女王が亡くなってからですね、このロンドン市内、こういった柵がもうそこら中に置かれていまして、もう日に日にですね、その柵の距離が伸びているといった状況です。この女王の棺が到着、そして国葬に向けてですね、準備着々と進んでいる印象があります。一時はお花屋さんから花がなくなったなんていう報道もありましたけれども、そのあたりはどうですか。そうですね、バッキンガム宮殿の周りなんか行きますとですね、もう皆さん手に花束を持っていまして、もう今も入手しづらい状況は続いているようです。もう本当にですね、この入荷をすると皆さんもどん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 取っていきまして、である店に行ってないとですね、そのお店の人があっちの店にはあるよというのを教えてくれて、まあ、そちらに行ったらもうすでにそこがなくなっていたり、もうそういった状況が繰り返されています。そして来週の月曜日に国葬が行われるということですけれども、当日はどんな流れになるのか、動きというのは何か分かっていることありますか。はい、はい、国葬はですね、ちょっとこの木の向こうで見にくいんですけれども、あちらちょっと茶色い壁があるの分かりますでしょうか。はい、見えます。こちらはですね、ウェストミンスター寺院というところになりまして、国葬はこちらで行われます。この寺院ではですね、女王が結婚式、そして戴冠式もやった、そういった寺院となります。国葬はこちらの寺院で19日午前11時から始まるというふうにされていますけども、その詳細な流れはですね、まだ分かっていません。ただいろんな外国から国葬に参列する方もいらっしゃると思うんですけれども、それに対する準備などは何か進んでいるんですか。はい、そうですね、まずですね、アメリカのバイデン大統領、そしてフランスのマクロン大統領も、この国葬に参加する意向を示しています。そして今、こちら、旗が並んでいますけれども、こちらイギリスのですね、海外領土の旗でして、まあ、そういった、イギリスの海外領土からも要人が来るのではないかというふうに見られています。もう
街を歩いていてもですね、もう警察官の姿もあちこちで見かけます。非常に厳重な警備体制になると見られています。そしてですね、国葬の前日にはサッカーの試合も予定されていたんですけれども、警備のための警察官が足りないということで、その試合も延期されるということで、もうこの国葬に向けても厳戒態勢を敷くということになっています。コメントで質問が来ているんですけれども、国葬の日はお休みですかというコメントもあります。国葬の日はですね、祝日となっています。もう事実上ですね、もうこの辺り一帯、封鎖されてしまいますし、もう社会的に経済的にも回らないといった状況が、本当のところかもしれません。そしてロンドン橋作戦というのが今日本でもニュースで取り上げられているんですけれども、こちらはどういうものなんですか？そうですね、ロンドン橋作戦、これはですね、女王が亡くなってから国葬までのおよそ10日間にですね、さまざまな行事が予定されるんですけど、それのためのですね、綿密な行動計画が示されているというものです。なぜロンドン橋作戦というかなんですけど、女王が亡くなった際にですね、王室から首相のもとにロンドン橋が落ちたというこの暗号をですね、それをもって女王の死去を伝える、それが由来だというふうに言われています。この計画にはですね、もう非常に細かく内容を示されているということで、首相がですね、その女王死去の情報を受け取ってから、30分以内でですね、国旗を半旗にするといったことなどが定められているということです。その国葬当日っていうのは、先ほど少しお話ありましたけれども、市民の方、国民の方っていうのはどんなふうに過ごされると予想されるんでしょうか？この周辺にも、たくさんの方がいらっしゃるでしょうし、このウェストミンスター寺院の前で昨日もちょっとお話を伺ったんですけれども、あまりには たくさんの人が来るでしょうから、私は家で、その放送を見させてもらいますというような、そういう方もいらっしゃいました。放送というのは生中継などがされるということですか？そうですね、寺院のところにもですね、放送をされますというような告知まで、されています。じゃあもう本当に広く国民が最後を見届けられるようになっているということなんですね。その通りです。そして新しくチャールズ国王とまたカミラ王妃の動きがあると伺ったんですけれども、2人に対して市民はどんなふうに受け止めているんでしょうか？このチャールズ新国王に対してですね、取材をして見ていましても、その国王が通るたびに皆さん手を振ったり、カメラで撮ったりといったことで、非常に新国王歓迎というような印象もあるんですけれども、いろいろ話を聞いていますと、やはりですね、そのエリザベス女王、非常にですね、この存在感が大きかっただけに、それをですね、このチャールズ新国王が即位したとしても、それを国民がそのまますぐに受け止められるかというと、それはちょっとなかなか難しい、時間がかかるのではないかというふうな話がありました。そしてですね、また、ちょっと王を引いているのがやはりそのダイアナ元妃の問題でして、その件がありますので、そのチャールズ新国王、そしてカミラ王妃とともにですね、なかなか国民の人気高まらないといったのが実情です。今後の継承順位っていうのはどんな風になっているんですか？チャールズ新国王が誕生しまして、次の順位としましては、その息子を、ちょっと失礼します。ウィリアム新皇太子になりまして、さらにですね、その子供たち、ジョージ王子、シャーロット王女、ルイ王子ということになります。そして日本でも報道でありました、女王が可愛がっていたコーギーというのはどんな風になるか、もう決まってるんですか？
はい、はい、そうですね。女王生前ですね、4匹の犬を飼っていたと言われていまして、そのうち2匹がコーギーだというふうに言われています。そのコーギーはですね、女王の次男にあたりますアンドリュー王子が引き取ることになったということです。その他のですね、2匹についてはまだどうなるか明らかにされていません。金指さんは今回の取材を通じてどんなことを感じられたんですか？はい、そうですね、このロンドン市内ずっと見ていましてもですね、非常にこう滞りなく着々と準備が進められている印象があります。それこそがですね、このエリザベス女王の国民に対する最後の心遣いだったのではないかなというふうに思います。もう自分の死によってですね、このイギリス国民がですね、混乱しないようにと、もう前もってこう丁寧に準備をしてきた、それがあの女王の心遣いだったのではないかというふうに感じました。金指支局長に伝えてもらいました。ありがとうございました。